おお、シュット、我が弟子よ。お前は狩人になるのだ。狩人？魔物を狩り、調和を保つ島の森人。そして島の森人には相棒が必要だ。太陽の恩寵を受けし魔物ラージャッカル。その牙は獲物を砕き頼れる武器となるだろう。月の加護を授かりし魔物マラマフクロウ。その翼は大気を揺るがし自在に魔力を操るだろう。どちらもこの上なく希少な魔物だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。そして選んだ方を手なずけるんだ。さあやってみろ。どっちがいいかな。いい子。名前はアカラ。もう好かれたか。いい相棒になるぞ。そしてお前はいい狩人になる、オーシュット。師匠。どういうことだ。様子がおかしい。危険だ。下がっていろ、オシット。私の獲物だ。
くよ。さあ、行こう。捕獲しちゃうか。来た来た。いただき。飯にしよう、飯。上がり。見かけほどでもないやつだ。俺らの相手はもう森にいないな。忠告するな、まだ食うなよ、ボシュ。ちょっとだけ、端っこの方。独り占めは良くないんだろ。獲物はみんなで食うのも掟だ。ちぇ、はいはい。どうした、オシト。あ、ううん、なんでもない。村へ帰ろう、アカラ。帰ってきたぞっと。人間の匂いだ。行こう、アカラ。いいか、獣人ども。こっちの森で取れる獲物が少なくなってる。お前らの森をよこせ、俺たち人間にな。話にならん。言葉もろくに話せん獣が。こっちなら通じるか。おい、小ハゼ様にバレたら。主だ、島の主。され、人間たちよ。我らは長くこの地で静かに暮らしてきた。それを後から来た貴様らが奪おうとしている。土地を分かち、互いに踏み入らないと決めたはずだ。
だからその土地をもっとよこせよ。食い物も資源も人間様にはもっと必要なんだ。チッ、欲をかきおって。お前たちは森を切り倒し住む土地を広げてきた。森は奪うものではない。共に生きる必要なんてねえ。この村ごと奪ってやろうか。やっぱり隣村の奴らが来てたか。朝飯前だし、とっとと帰ってもらおう。私の獲物だ。いっといで。殺った。ほよ。いっといで。いただき。さあ、よいしょ。バカラ、さあガオ。覚えとけよ、獣人ども。ただいま、師匠、村のみんな。やれやれ、手洗い。オーシュット、ありがとう。俺たちの英雄、自慢の家族。今日もたくさん取れたよ。うまそう、うまそう、うまそう、うまそう。待っててね、すぐに加工しちゃうから。オーシュット、西の丘に来い。食事をしながら少し話でもしよう。師匠、この赤身がなんとも。やはり弟子の取る肉はうまい。今日は気
キングイグアナも捕まえたのか。それでこそ狩人だ。その弓が森の調和を守っている。へへ、そうかな。うまくなったもんでしょ。狩りについても言葉についても。四六時中師匠の真似ばかりしてきたからね。オーシュットは強くなった。あとは食い意地さえ張らなきゃ文句はない。お前たちが出会って10年か。あの時私が選ばなかった子探したけど結局見つからなかったんだよね。気にするな、定めだったのさ。でもあの子の分までアカラを可愛がったよ。そうか。私は長く主として島を治めてきた。だがいつかは死ぬ。この肉と同じく。オーシュット、その時はお前が島を背負う。師匠、ちょっと重いかな。狩人は身軽が一番。私は毎日狩りしてうまいもん食ってたいよ。そう、気づいているか、森の様子。まるでみんな何かに怯えるような。主様、主様。おお、人間村の長が何の用だ。村の者の無礼を許してくれ。これはその詫びだ。随分下手に出る。君が悪いぞ。さっさと用を言え、小ハゼ。ほう、やはり獣、鼻が利くか。主従の墓所に村の幼い娘が入った。あの遺跡は危険だ。人が踏み入れば帰れはせん。が、島の先人たるお前たちなら話は別だろう。どうか村の娘を探してほしい。無事連れて帰れば領土の話は再考しよう。ふざけるなよ。あの遺跡は魔物の巣窟。我らでも帰れる保証はない。まして人間のために命を懸けるなど。その娘はこれが定めだったのだ。私行くよ。オーシュット、お前。いつか教えてくれたよね、師匠。大事な時は目や鼻じゃなく心に従えって。だがお前も遺跡の危険は知ってるだろう。
それに人間の子だぞ。いずれ我らに牙を剥く。人も獣も関係ないよ。大事な時な気がする。その子を救いたいって私の心が言うの。わかった、行け。恩に着るぞ、獣人よ。オーシュット、名前覚えてよね。あ、お肉残しといてね。たく、肉より自分の心配をしろ。よし、行くよ、アカラ。行かなくていいよ、迎えに来たから。獣人、どうしてここに？まあ、細かいことは気にしないでよ。でも、みんなが獣人と仲良くするなって。そっか、でも、みんないいやつだよ。でも
てどうするか。干し肉あげる。ありがとう。お腹空いてたの。おいしい。でしょ？何はともあれ干し肉だよね。このうまさがわかるなら仲良くやってけるよ。なんだろう、嫌な気配。お姉ちゃん、さあ夜が近いよ。お姉ちゃんについといで。なに？怖い。お姉ちゃん。夜が来た。島鳥たちの鳴き声がいつもより騒がしい。遠くへ逃げろ。災いがやってくる。え、鳥の言葉わかるの？島鳥は怖がりだから危険に敏感なんだ。誰よりね。森が鳴いてる。災いって何が来るっていうの？嫌な予感がする。村へ急ごう、オシト。うん。が怯えていた原因はこの魔物のせい？悪いけどそこをどいてもらうよ。来た来た。え？さあ、ストイック！飯にしよう、飯。おーしゅっと。みんなどうしたの？村が、俺たちの村が魔物来た。村壊された。そんな、師匠は？主様、魔物と戦ってる。オシト。お姉ちゃん、どうしたの？君はみんなとここにいるんだよ。いい？うん。行くよ、アカラ。
の魔物は何？災いよ、この地より去れ！島の異変は貴様のせいか。こんな魔物は初めて。どこから来た？まさか夜が近いというのか。私も焼きが回ったか。おしと、逃げろ。あれは強い。ぬう。逃げない。おしと、獲物から逃げたら狩人失格でしょ、師匠。それにこいつは村のみんなを傷つけた。来い、私が相手だ。さあ来い。ほよ。私の獲物だ。さあ、ほよ。さあ、行こっさい。私のどういうこと？ほよ。行っといで。私の獲物だ。やっぱそれだよね。来た来た。私の獲物だ。こっちこっち。さあ行こう。よし。どう。私の獲物だ。どうどう。ほよ。私が相手だ。まだ本気じゃないって。いいね。それはこっちも一緒だよ。
私の獲物だ。魔物は始まりに過ぎない。この島にさらなる災いが近づいている。秘月の夜だ。秘月の400年に一度、月が灰色となる夜が訪れ、厄災が訪れると島に伝えられてきた。師匠。ついてこい、オシュット。お前に見せたいものがある。あの魔物を退けるとはさすがだな、島の主。そしてその主に選ばれし狩人よ。ちっ、わざわざおべっかを言いに来たのか。いいや、礼を言いにな。我らの村を救ってくれた。それにあの娘も。島の主よ、
仮ができた。領土の話には蓋をしよう。しばらくはな。行くぞ。師匠、人間はいつだって領土の話をするんだね。それが欲というものだ。相手をしても仕方がない。今は協力した方がいいと思うんだけどな。行くぞ、オーシュット。うん。これって…鬼月の夜？遠い遠い昔の伝説だ。それが今現実になろうとしている。島を背負うのは重い、そう言ったな。だが、お前にしか背負えないのだ。旅へ出ろ、オーシュット。厄災に備えるため、集めてくるのだ。三体の伝説の魔物。ちょっと待ってよ、師匠。島を出ちゃったら、みんなの飯はどうなる？心配するな。なんとでもなる。オーシュット、お前は特別な子だ。赤子のお前を一目見て、私は心の声を聞いた。この子がいずれ島を厄災から救うと。私はその声を信じ、お前を狩人に育てたのだ。勝ったよ、師匠。私、行ってくる。伝説の魔物を連れてくるよ。それでこそ、私の弟子だ。島を頼んだぞ、オーシュット。師匠！もう焦ったよ。おやすみ。
師匠。手がかりはあの壁画だけ。ま、なんとかなるか。のんびり探そう。ワクワクしてきたぞ。とびっきりの狩りになりそう。目的は覚えたの、オーシュ。間違っても食うなよ、伝説の魔物だけだ。わかってるよ。オーシュッド、気をつけろ。来い、元気でな。主様のこと任せろ。怪我ちゃんと治しとく。みんな、干し肉持ってけ。干し肉持ってけ。ありがとう、みんな。ちゃんと帰るよ。三匹の伝説の魔物を集めて。じゃあ、行ってくるね。